さんこんにちは、しょりみチャンネルのしほです。はい、というわけで今回はね、今回新学期ということで、私が毎日使う私の寝床を綺麗にしていきたいと思います。ということで今回新しくするためにニトリに行ってきて、机にあるように枕と枕カバー、布団カバーとクッション買ってきたので、新しく綺麗にしていきたいと思います。はい、でね、ちょっとお人形がもうたくさんあるということで、ちょっと今回は断捨離をしていきたいと思います。はい、はい、ちょっとね、断捨離って難しいんですよ。お人形って一つ一つに魂があるって感じね、この字に関してはだから本当に断捨離捨てるっていうイメージがなくて、まあ、それかリサイクルショップに預けに行ったりとか、お人形はねなかなかもらってくれる人っていないんですよ。やっぱ、ね、大人っていうのはこうやっぱね、荷物を増やされたくないっていうか、家庭が多くて、わかるわかる、まあみんなねそういうもんなんですよ、大人はそうなんです。なので友達にあげるっていうのもなかなかぬいぐるみ関係はできないんで、我が家はクレーンゲームとかでいっぱい取っちゃうんでね。そうなんですよね、もちろんいただいたお人形とかたくさんあります。そういうのは大切にもちろん取っとくんですけど、そうなんですよ、ね、はい、もうねちょっと多すぎちゃうので、そうなんですよ、少しね断捨離をしていこうかなと思います。はい、ちょっと大人っぽいベッドを目指して、そうね、最近もちょっと寝床を目指してね、なんかこうピンクピンクだったんですけど、最近こうシックなこうモノトーンとか、めっちゃ可愛くないこのグレーの色、はい、なってきてるんでね、はい、新学期ということで新たに、はい、まあ、時間もたっぷりあることですし、ね、ありますね、休校中なんで休校中じゃなかったらやってなかったかもしれないけどはい、ね、いろんな、まあ毎日使うとこなんで、毎日寝るんで私のところで、はい、ここはまあね、大事なので、大事なんで妥協せずね、疲れを取るところなんで、はい、そうです、はい、したいと思います。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。あ、じゃあまず買ったものをね、出していきましょう。出していきましょうか。はい、出していいですかこれ。うん、だって出さないと使えなくなりますわ。あ、ミミさん、首輪何かハサミ取ってきてくれる人、ママが一番近い。どう、開いた？オッケー、開きました。お、でもあれだね、ちょっと丸まってたからしばらく置かないとふっくら来ないね、やっぱねちょっと買ってすぐ開けとけばよかったねなるんですよこれちょっと今ね圧縮されてたからしょうがないよね。そうなんですよ、こうなっちゃうんですよ、うん、ちょっとここで置いてきますね。あ、電気つけてなかった。あ、ごめんなさい、暗かった。もっと電気つけて、切って明るい方がいい。ちょっと暗かったかな、すいません、ちょっと電気ついてる、電気つけてませんでした、はい、ごめんなさい暗くて。でももう開けちゃったんで、こっからこっからやり直せずやっていきたいと思います。はい、ここにね置いときたいと思います。はい、で次にもうこれは開いてあるんで、次に枕カバー開けていきたいと思います。はい、段ボールあげる。よくない、この色可愛くない？え、めっちゃ可愛い、シンプルで、めっちゃシンプル。あ、チャックになってるね。あ、なるほどなるほど。入れてみたらじゃあ、別に入れてもふっくらはなる。そっか、うん、ちょっと一回置けるね、うん、じゃあ開けたんで、じゃあね、枕と枕カバー開けたんで入れていきたいと思います。でもここで入れればあと置くだけなんで、うん、今日髪の毛いつもと違うじゃん、髪型。そうなんですよ、自分でやったんだよね、洗面所で。うん、格闘してたよね、なんかずっとねなんか結んでそこの下をピンで留めたみたい、ピヨンってなんない、赤ちゃんっぽくなんないよね。
子供っぽくならないように例えば例えば受けるんだけど。まあ、あの膨らんできたら、まあ、まあまあぴったりなサイズになるはずなんで大きいね、今ちょっとまだ大きいけどね、だね、うん、はい、はい、こんな感じです。早くふかふかなんないかね、なんないかね、本当はもっとね、ふかふかなんだよね、だよね、うん、次に布団カバー開けていきます。うん、次、段ボール開ける出ました。いい、めっちゃいいね。かわいい色してる、これまた。いい感じですか？いい感じです。すごい感じ。うん、はい、じゃあこれをね、はい、使って、そうですね。今までのベッドを、変えたいと思います。はい。はい、まあ、どんな風に変わるのか。以前ね、ベッド紹介してるんで、そうですね、それと変わってないよね。変わってないです、全く変わってないです、はい、ただ炭治郎が増えてるぐらいかな。炭治郎のニコロビのぬいぐるみが増えてるぐらいで、前にベッド紹介した前にベッド紹介した時と変わってないかな、ほとんど。そうですね、はい、じゃあそのね、前回のは前のベッド紹介、ちょっと場所もここだったっけ、場所前かな、場所前の部屋の時のかな、ベッド紹介。嘘、本当ここでまだベッド紹介したことなかった。でも向きが変わっただけで、そうなんですよ一緒なので、それをぜひね、参考にしていただいて、新しいね、はい、ベッドにしたいと思います。はい、リミ、それだって工作で使うでしょ、だからあげたの。じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、まあ楽しみ、やばい。はい、ということで、僕が私のニューベッド。ニューベッドではないか。まあ、ちょっと模様替えして、ここでいつも寝てますっていうスペースですね。そうそう、あんまりね、出てこないんですけど。出てこませんね。今はこんな感じかな。はい。はい、ということで、ベッド取れました。はい、無事完成しました。はい、じゃあちょっとね、しほちゃんに全体を写してもらいましょう。はい、はい、カメラチェンジ。こんな感じで、あった、こんな感じでいいの本当に。ん、はい、ということで、ここにね、まずキノコ、マリオのキノコとミニオンとマイクラのクリーパーと鬼滅の刃の炭治郎とゼルダの伝説のシーカーストーンの人形があって、こっち側にね、エイリアンゾーンがあります。で、こっちに来て、クマちゃんは、あ、忘れてた、あそこにね、クマがいます。ここに映った、うん、で、こう行くと、ここにね、100均で買った、300円ショップで買ったお人形たちがあって、ゴミ箱とお人形とファブリーズがあって、最後にうんちと、これ可愛くないですか、可愛いですね。てかやばい、めっちゃプルプルしてるで、今日買ったお布団と枕とね、これもめっちゃ可愛いよね、これシンプルで本当好きなんで、こちらがあります。はい、というわけで寝るとこんな感じです。お、いいんじゃない、 で全体こう見るとこういう感じですね。こっち側にだいぶ減ったね、お人形さんとか。でしょ、うん、でも結構増えたもんだ、うん、減ったね。ね、自分の好きなものだけ残した感じ。そう、残した感じ。
ちょっと冷房入れてんの？冷房入れてんの？この時期に冷房入れるってどういうこと？暑いんですよ。あ、そうなんだ。半袖着ると半袖でちょっとね、うん、外行くと寒いじゃないですか、まあね、だから長袖着てるんですけど中は暑いんですよ。冷房かけてました。はい、どうですか？え、めっちゃいいです。本当に、ね、このクッションもかわいいし、グレーでね統一してめちゃめちゃ男の子だったかなって、ね、今までピンクだったんだけど、だったんだね。はい、だいぶね大人っぽくというかなりましたね。シンプルにしたかったのもね、したかったです。いいんじゃないですか。みんなやっぱ色を揃えるといい感じになるね。ね、でこの下の掛け何カバーみたいなやつ、マットかは、もともとグレーのを使ってて、はい、こっちは島村で買ってます。あとはニトリ、これひんやりなんで夏とか本当にいいんですよ。そうね、これからの時期、今まであのちょっと茶色いモコモコみたいなの引いてたんだけど、そうですね、それを取ってこのね夏用に変えました。はい、変えました。もうちょっとしょうちゃん暑い暑いって言っててね、めっちゃ暑いね。でももう3月も半ばなんでね、もう春だもんね。春なんで、私の誕生日ですよ、あと1ヶ月で。楽しみ。なるほど ね、 ね、プレゼントまださ考え中なんですよ。そうだね、プレゼント何にしようかなって考え中だね。まあ、欲しいのかさ、うん、そんなないというか、うん、漫画かも、漫画かグッズかぐらい。そうだね、ディズニー行けなそうだからね。そう、行けたら行きたいんですけど、うん、コロナじゃないですか、うん、だからやってたとしてもなんか映りたくないんで、ね、みんなそうだと思うんですけど、心からちょっと楽しめないだよ、ね、かもしれないよね。ずっとマスクでさ、うんうん、なんかさ嫌じゃない。そうだね、食べれないじゃん、うん、いいかなと思って。もうちょっとかかりそうだしね、収束するにはね。ですよね、はい、まあね、とりあえずたくさん睡眠をとって、免疫をね上げてね、映らないようにするしかないので、はい、はいはい、ね、いい睡眠をとるために今ね、ちょっと寝床、あと新学期ということでね、新たな気持ちで迎えるために、はい、こういう感じでちょっとねベッドの、はい、何模様替えかな、模様替えだね、うん、うん、感じにしてみました。はい、どうだったでしょうか。どうだったでしょうか。ね、ね、今回はニトリで行ったのでニトリで揃えてきました。もうシンプルがいいって言ったんで、めっちゃいい、あのイケアと迷ったんですけど、迷ったよね。でもニトリの方がなんかこう無地のが多いかなと思って。確かにイケアってうん、なんか柄物って感じかなと思って、うん、そうだね、はい、まあ、どこもね、はい、あの売ってると思うんですけどね。はい、今回はニトリにしました。皆さんもぜひベッド新しくしてみてはどうでしょうか。それではバイバーイ。お腹すいたんでご飯食べに行きましょうか。え、寝るんじゃないの？え、最後の締めは寝るんでしょ、ここで。え、うん、はい、おやすみ。お腹すいたんだけど、あ、おやすみなさい。